こんにちは、トイラボです。今回は2023年6月に発売したようこそトミカ牧場トラックセットについて見ていきたいと思います。酪農運搬トラック、まずはトレーラーヘッドを見ていきましょう。今回のボディカラーはレッドになっています。ベースとなっているのはナンバー135ミシュランモータースポーツトランスポーターでしょうか。トレーラー部分を見ていきましょう。全体が黄緑色で、牛や柵、トミカファームの文字が印刷されています。牧場を意識したデザインになっていて、いいですね。アクションは本体取り外し、左右稼働、後部パネル開閉となっています。スバル、サンバー、牧場販売車。ボディカラーはクリーム色、荷台部分は木製をイメージした茶色になっています。側面にはトミカ牧場やトミカファームが印刷されています。このロゴのデザイン、なかなかいいですね。アクションはサスペンション、パネルドア開閉となっています。スズキ、キャリー、牧場トラック。豚4匹。ボディカラーはブルー、こちらも側面にトミカファームの文字が印刷されています。やっぱり牧場ロゴのデザインはいいですね。アクションはサスペンションとなっています。いかがだったでしょうか。個人的には今回の牧場デザインは良かったと思います。トミカタウンとはまた違った雰囲気で、今後も展開されると面白いと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。